いらっしゃいませ。ニューレディの肉の工事、肉野です。本日のご質問は、遠距離で付き合い始めて3ヶ月の彼氏がいます。前よりも愛情表現や連絡の頻度が減り、彼から飽きられていないか不安です。遠距離恋愛が長く続くための秘訣は何ですか？ジローさん、最近電話に出るタイミングがどんどん遅くなってきたね。私、鬱陶しい？わかる！遠距離恋愛は近距離の恋愛に比べて困難や障壁の多い恋愛と言われていました。だけど、アフターコロナ時代の今、オンラインツールが増えて、コミュニケーションの量は逆に増やしやすい時代になったのではないでしょうか。なので、その状態で飽きたり合わないということなら、もともと相性が良くなかったのかもしれません。お互いに早く分かって良かったのではないでしょうか。これからはオンラインで動画デートなどもできるようですので、そういうツールを活用して相性の合う人や信頼できそうな人を探してみてはいかがでしょうか。対面よりオンライン動画の方がリラックスして素の面をさらけ出しやすい傾向があるようですし、直接デートをするより労力も削減できます。お互いに納得した上でリアルをしたら、きっと失敗は少なくなると私は思います。コロナは恋愛にも革命をもたらしました。その波に乗るかどうかはあなた次第です。私が20代だったら波に乗りまくっちゃうかもね。以上、こんなん出ました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。またねー。